ラジオ、ラジオとは、無線通信により、音声を送受信する技術である。一般的には、ラジオ、無線電話放送やラジオ、放送無線電話受信機、集音機の略称として使われている。レイディオ・タレグロフィ、無線電信の短縮語を語源とする。レディオ、レディオと呼称される場合もあり、古くは、ラジオとも表記した。 会話や音楽などの音声信号を電波を使って送受信する。いくつかの方式があるが、最も歴史の長いのは、深幅変調による中波放送で、基本的な方式は100年間も変わらず、現在でもラジオ放送の主流である。この方式及び受信機は一般に AM 放送、AM ラジオと呼ばれる。また、周波数変調による 超短波ラジオ放送も広く普及しており、FM 放送、FM ラジオと呼ばれる。本項目でも特筆しない限り、この呼び方を用いる。極超短波以上を用いる。地上波放送は、電波の性質上不適当であるために、どの国でも行われていない。詳細は、受信機も合わせて参照。回路方式により、以下の種類に分類できる。チューニング、チューニング、 同調、選挙化方式による分類は以下の通りである。厳密な線引きは必ずしもないが、携帯によりおよそ以下に分類できる。1900年、明治33年、歪みはひどいものの、世界で初めて電波に音声を乗せることに成功したのは、元エジソンの会社の技師で、カナダ生まれの電気技術者、レジナルド・フェス・センデンだった。無線電話の始まりである。 彼は引き続き、ヘテロダイン研波方式や電動式の高周波発信機を開発して改良に取り組み、1906年、明治39年12月24日に、米国マサチューセッツ州の事故の無線局から、自らのクリスマスの挨拶を無線電話で送信した。フェス宣伝はこの日、レコードで、ヘンデル作曲のクセルクセスのラルゴー。 そして自身のバイオリンと歌で、オーホーリーナイトをそれぞれ流し、聖書を朗読した。この実験はあらかじめ無線電信によって予告されたもので、世界初のラジオ放送だっただけでなく、最初のクリスマス特別番組でもある。そしてフェス宣伝は、史上初のラジオアナウンサープロデューサーと言えるだろう。しかしヒューゴー・ガーンズバックが1905年、 明治38年11月より一般人向けて通信販売を始めた大衆無線機、テリムコの受信機は電波から音声を復調できないコヒーラ検波機によるものである。またピカードが電波に乗せた音声を復調する鉱石の検波作用を発見しその特許を得たのは遅く、1906年になってである。1九百六年当時のアマチュア無線からはまだコヒーラ、 検波器を使っており、彼らの受信機が鉱石検波器へ切り替わったのは1910年、明治43年頃だった。こういった時代背景を勘案すると、フェス宣伝の実験は広く聴取者に向けて送信される、ラジオ放送というよりも限定された技術者、通信士を対象とした無線電話の実験に属するとも考えられる。一般人で無線の受信機を所有していたのは、 アマチュア無線形だけである。アマチュア無線は第一次世界大戦の勃発で禁止されていたが、その終戦で1919 19年、対象8年4月12日より、まず受信活動が解禁された。戦後は一般アマチュアでも真空管が入手できるようになり、鉱石式受信機から真空管式受信機への置き換えが急速に進んでいた。1920年、 大正9年1月17日、ワシントン DC にあるから、海軍省がを始めた。これをもって、国営放送の講師とするが、そのリスナー層は、自分で、受信機を組み立てたアマチュア無線家だった。なお1923年、大正12年1月3日、アナコスティア海軍航空局の府は、本来の航空無線の研究に専念することとなり、娯楽放送を終了している。 また一部のアマチュア無線化は無線電話を実験するようになり、無線電話で放送したいアマチュア無線化とモールス原神で更新したいアマチュア無線化の渾身問題が始まったのもこの頃である。民間企業による商業放送として世界で最初に許可されたものはウェスティングハウス電気製造会社が1920年11月2日に アメリカペンシルベニア州ピッツバーグで放送を開始したである。その中波送信機は同社の技術者フランク・コンラッドが設計し、開局初日の番組は大統領選挙の開票情報でハーディング候補の当選を伝えた。選択度、分離性能が良くない受信機で起きる商業放送、周波数 833kHz とアマチュア無線化の放送。 周波数 1500kHz の渾身問題もくすぶっていたが、1922年と1923年の法改正でアマチュア無線のオペレーター資格では放送できないことになり、多くのアマチュア無線家が商業放送局のオーナーや技術者として転向したため、問題はやや軽減した。さらに1923年6月28日の規則改正では、 アマチュア無線側短波を申請する権利を失った。代わりに、1500から 2000kHz の帯域免許を獲得した。同時に、毎夜20時から22時30分と、日曜午前の礼拝タイムを送信禁止として、ラジオ放送とアマチュア無線の渾身問題は、一応の解決を見た。局長距離を伝送できる、短波ラジオ放送を最初に言ったのは、オランダの国営放送で、 1927年、昭和2年11月から、海外植民地向けに放送を開始。翌1928年には当時オランダ領だった、インドネシアジャワ島での受信に成功する。この実績に追随して、ドイツ、ソ連、フランス、イタリア、イギリス等が1929の1932年、昭和4から7年にかけて、植民地向け放送や、 海外宣伝放送を短波で開始している。周波数変調方式、FM 方式も、レジナルドフェス宣伝によって1902年、明治35年に考案されている。しかし、実用的な FM ラジオは1933年、昭和8年12月26日に、アメリカのエドウィン・エイチ・アームストロングが特許を取得した技術による。アームストロングは、 世界初の FM ラジオ局 W2XMN を1937年昭和12年に開局させ放送を開始した。2000年代に入って先進国で地上デジタルラジオ放送が開始され、またアメリカのシリウス XM ラジオのような衛星デジタルラジオサービスも開始されている。アメリカでは1926年11月5日に RCA の子会社として NBC が設立され2派 NBC レッドネットワーク及び NBC ブルーネットワークの放送を開始した。また、1927年9月18日に CBS がラジオ放送をスタートさせた。1940年には NBC レッドネットワークと NBC ブルーネットワークが分割され、 1945年6月15日に RCA は NBC ブルーネットワークを売却。NBC ブルーネットワークは社名をザブルーネットワークとし、ネットワーク名を ABC とした。アメリカでは1961年に連邦通信委員会 FCC が FM のステレオ技術を企画化して数百の FM 局が開局した。このでは ゼネラルエレクトリックとゼニス社の共同に基づく AM-FM 方式が標準ステレオ方式として採用された。1966年には連邦通信委員会 FCC が FM の放送内容を AM と分離することを決定し FM 放送の視聴者が増えるきっかけとなった。日本のアマチュア無線化は1920年代初期から自作の無線機で 個人間の無線更新を行っており、1922年にはラジオ受信機の制作に関する情報誌、ラジオが創刊されている。その後、現在はオーディオ雑誌に変わっているが、西文堂振興社間の無線と実験などが数多く発売され、また新聞社による独自のラジオ中継が行われたりした。1924年には大阪朝日新聞による 皇太子広人親王、昭和天皇ご成婚報祝式典や大阪毎日、新聞による第15回衆議院議員総選挙開票の中継をはじめ、数多くの実験的要素の強い中継が行われている。1923年12月、停心省は放送用施設無線電話規則を制定。翌年、当面、東京、名古屋、大阪の3地域で、 公益法人として各一事業者ずつ、ラジオ放送事業を許可する方針を打ち出した。日本初のラジオ放送は、1925年、大正14年3月22日9時30分、社団法人東京放送局、ヨック、現在の NHK 東京ラジオ第1放送。略称、AK が、東京、芝浦の東京高等工芸学校、 千葉大学工学部の全身内に設けた仮送信書から発した京田武雄アナウンサーによる第一声は、だった。波長は375メートル、周波数800キロヘルツ、空中線電力、出力約220ワットだった。当時の受信機の性能に比して出力が弱かったため、東京市内でないとよく聞こえなかった。 もともとは3月1日に放送を開始する予定だったが購入する予定だった当時日本に1台しかないウェスタンエレクトリック Wii 社製の放送用送信機が前年12月に同じく設立準備中の社団法人大阪放送局ジョブック現在の NHK 大阪放送局略称 BEK に買い取られてしまったそこで東京放送局は 東京市電気局電気研究所が放送実施のために購入したゼネラルエレクトリック社製の無線電信電話機を仮放送用に改造して使用することにしたが2月26日の低心章の検査で放送設備が未完成のため3月1日の放送開始は時期尚早と判断されたすでに3月1日から放送を開始すると発表しておりまた 大阪放送局よりも先に日本初のラジオ放送を行いたいということで試験送信の名義で低新章の許可を受けなんとか3月1日から放送を開始することができた3週間の試験放送の後低新章の検査に合格し3月22日に仮放送仮施設からの正式な放送という意味を開始し7月12日に東京府東京市市枠 現在の東京都港区のあた小山からの本放送が開始された。これには改めて購入した出力 1kW の B 社製送信機を使用した。大阪放送局はその年の6月1日から仮放送を出力 500W で開始した。さらに、社団法人名古屋放送局、JOCK、現在の NHK 名古屋放送局、略称、c k も、 同年7月15日に出力 1kW の丸高2社製送信機を使用して放送を開始した。社団法人東京、大阪、名古屋放送局は翌年の1926年に社団法人日本放送協会として統合された。これは実質的には政府機関的な性格を持っていた。全国公席か日本全国のどこでも 鉱石受信機によるラジオ聴取を可能とするインフラの整備を目標に日本各地に放送局を開設したほか、当時日本領だった南カラフと、豊原放送局や南洋群島、パラオ放送局にも地局した。さらに、朝鮮には朝鮮放送協会、台湾には台湾放送協会が設立され、日本放送協会の番組を多く中継した。受信機としては、 交流商用電源や大容量電池によって作動する真空管を使ったものが登場し、鉱石式のイヤホンに代わってスピーカーで大きな音量の放送が聞けるようになる。ラジオ受信機自体は国内メーカーによって生産が可能となっており、アマチュアによる受信機自作も当時から趣味の一ジャンルとして広まり始めていた。やがてラジオ受信機の普及が進み、音楽、 演芸、スポーツ中継、ラジオドラマなどの多彩なプログラムが提供されるようになったことで娯楽の主役となったが、1941年の太平洋戦争、大東亜戦争開戦とその後の戦局の進行と、共に大本営発表を行うための期間と、歌詞プロパガンダ的な番組が増えた。この傾向は終戦まで続いた。1945年8月15日に、 終戦の象徴、いわゆる玉音放送が放送され、戦後は海外領土を失う。社団法人日本放送協会は、連合国軍最高司令官総司令部 GHQ の管理、監督下におかれ言論統制が行われた。アメリカ軍とイギリス軍を中心とした中華民国軍及びソビエト連邦軍は日本に進駐していない。 いわゆる新中軍向け放送局が主要都市に置かれた。アメリカ軍向けは後に FEN、現在の AFN の前身である。一部の局については日本放送協会から施設や駅務の提供が行われた。1950年に社団法人日本放送協会が公共企業体としての特殊法人日本放送協会に改組され、 翌1951年には9月1日朝に中部日本放送、現、CBC ラジオ、同日昼に新日本放送、現、毎日放送、MBS、が、同年12月25日には、ラジオ東京、現、TBS ラジオと民間放送も、相次いで開始された。1五十三年には、テレビ放送も開始されたが、白米グラム六百八十円、 銭湯の入浴料15円程度だった時代に、テレビ受蔵機の価格は20から30万円程度と、高価で、一般には買えず、ラジオが、一家の主役であり続けた。民間放送開始以前には、ラジオ受信機の所持には、政府の許可が必要であり、聴取料を納める必要があったが、無料で聴ける、放送の開始によって、ラジオへの関心が高まり、初歩のラジオ、 模型とラジオなど少年向けのラジオ制作雑誌が相次いで創刊された。当時は物品税が高価でメーカー製完成品を購入するよりは秋葉原などから真空管などの部品を買い集めて自作した方が安かったために受信機を制作する人が多かった。彼らは少年技師後のラジオ少年とも呼ばれ高度成長期の日本のエレクトロニクス産業の 発展の基礎を作る要因の一つともなった。しかし、当時の皇太子、秋人が1959年に、正田道子と結婚し、パレードのテレビ中継が行われたのをきっかけに、テレビ受蔵機が普及し始め、ラジオは社用化の時代を迎える。一方、超短波を使用した FM ラジオ放送については、1957年12月に NHKFM が東京で、 試験放送を開始し、翌1958年12月には、学校法人東海大学により、放送教育を目的とした、東海大学超短波放送実験局が放送を開始した。1960年には、日本最初の民放 FM 局である FM 東海となり、1970年には同局を引き継ぐ形で、FM 東京が開局している。この頃、 部品のトランジスタの普及が進み、これを使ったトランジスタラジオの商品化や、さらにモータリゼーションにより、カーラジオが普及するなど、ラジオは一家に一台から一人に一台という、パーソナル化の方向へ向かう。ラジオ放送は家族をターゲットにした編成から、個人をターゲットにした編成へと転換していく。情報トーク番組や音楽番組が増えたほか、ターゲットを絞ったシーンや放送も、 盛んになった。1950年代後半から試験放送を続けていた FM ラジオ放送は、1969年に NHKFM の本放送が開始され、同年には f m 愛知が開局している。1970年から71年にかけては、FM 大阪、FM 福岡、 そして東海大学から一企業に運営が引き継がれた FM 東京の3局が相次いで開局した。いずれも音楽を中心とした編成で高音質のステレオ放送によりレコードにつく Hi-Fi 音源として人気を集めることになる。同時期に登場したラジカセの普及によって放送される楽曲をオープンリールテープやカセットテープで録音するエアチェックも流行し、 エアチェックを目的として放送される楽曲が載った FM 情報誌も相関された。しかし民放局を中心に楽曲そのものを楽しむからトークの合間に楽曲が流れるなど番組スタイルの変化などから次第にエアチェックという言葉自体が廃れていくようになる。1970年代後半に中東戦争やオイルショックをきっかけとして海外の国際放送を受信する。 PCL ブームが中学生、高校生を中心に起こった。この時期には、日本向け日本語放送の充実を図る放送局も多く、時事ニュースにとどまらずその国の文化などの理解を深める上で一定の役割を果たした。また、受信報告書を送ると受け取れるベリカードの収集も盛んに行われた。さらに、送信方向が日本向けではないなど、一般的には、 受信困難な放送を工夫を重ねて受信しようとするマニアも増えた。これに応じ、受信周波数帯域の広いラジオ受信機、いわゆる BCL ラジオが各社より発売され、戦後2回目の黄金期だった。しかし、日本からの海外旅行の一般化や通信自由化を永遠とする国際放送の縮小などで BCL ブームも終わりを遂げ、2006年現在、BCL ラジオも ソニー以外は撤退した、そもそも一般のラジオ受信機自体、ソニーとパナソニックに整理されている。1978年11月23日には、国際電気通信連合、ITU の取り決めにより、AM ラジオの周波数一斉変更、10kHz、間隔 9kHz 間隔、通称、9kHz セパレーションが行われた。 1982年の FM 愛媛をはじめに全国に民放 FM 放送局が相次いで開局する。1988年には東京で2番目となる FM ジャパン、現 JWave が開局。大都市圏では複数の民放 FM 局が開設されるようになり対象セグメントの多様化が進んだ。1992年には コミュニティ放送が制度化され、都道府県単位よりもかなり狭い地域を対象としたラジオ放送が行われるようになった。1992年には a m ステレオ放送が開始した。1995年には FM 文字多重放送もスタートする。1995年の阪神・淡路大震災では災害時における情報伝達メディアとしてのラジオの重要性が クローズアップされる結果となった。以降、各局とも災害への対応を重点に置くようになり、また、大都市圏には、外国語 FM 局も開局する。既存のラジオ放送に加え、インターネットによる音声のみの配信である、インターネットラジオの登場、さらに衛星や、地上デジタルラジオも加わり、従来のアナログラジオ放送とともに、ラジオの多様化が進んでいる。 一方、メディアの多様化が起因となり、ラジオ離れの動きが顕著化してきており、それに伴い広告費も減少し続けていることから、ラジオ局は厳しい運営状況を強いられている詳細は、ラジオ離れを参照。a m ステレオ放送を実施していた放送局も、会社の合理化に加え、送信機更新の際に必要な装置が2000年半ばまでに、 生産中止になったのに伴い、AM ステレオ放送を終了して、元のモノラル放送に戻す放送事業者も2000年代後半に、九州地区で出てきた。2010年、AM ステレオ放送を終了して、AM モノラル放送へ移行するつぼねが相次いだ。MBS ラジオと HBC ラジオは2月28日深夜、3月1日未明。 ABC ラジオが3月14日深夜3月15日未明 STB ラジオが3月28日深夜3月29日未明の放送をもって AM ステレオ放送を終了した終了の理由としてステレオ放送対応のための機材の生産が終了していてメンテナンスの保証がなくなったことが挙げられている2011年1月30日深夜 1>, 1月31日未明には TBS ラジオも終了し今後も縮小傾向が続く様相である。2010年3月14日深夜3月15日未明より地上波のラジオ放送と同内容をインターネットを利用してサイマル配信する IP サイマルラジオラジコの実証実験が開始された同年12月1日より本格的に開始。またこれとは別に RNB ラジオでは、独自で二千十年十月一日に CATV 最丸放送を同年十二月十八日から二千十一年三月三十一日まで IP ラジオ実験放送をした。ラジコは当初、本来の放送エリア内での無料配信のみとしていたが、二千十四年四月一日からは放送エリア外からも有料で聴取が可能になるエデアフリーサービス、 ラジコプレミアムがスタートした。また、a m 放送については、都市型難聴対策、外国派渾身対策、地理的、地形的難聴対策、災害対策の観点にて FM 派による保管放送が行われることになり、2014年12月1日の北日本放送、南海放送を皮切りに、翌2015年に名古屋、東京、広島、長崎、 鹿児島など2016年には大阪、福岡など全国各地でスタートしている。一般的にワイド FM と呼ばれる。1950年代 NHK ラジオ第一放送、第二放送や民放各社などが2つの放送派を使ったステレオ放送、当時は立体放送と呼ばれたを行った。NHK の例で言えば第一放送が左側の音声。 第2放送は、右側の音声をそれぞれ放送し、2つのラジオを並べておいたり、2台分のチューナーを搭載したレシーバーを使って、ステレオ音声を受信するものだった。テレビ放送が開始されると、ラジオとテレビを併用した立体放送も実施された。番組の冒頭では、左のラジオを放送に、右のラジオを放送に合わせ、私の声が中央から聞こえるように、 受信機の音量を調節してくださいといったアナウンスと受信機の調整のための音楽が流された。この方式では、モノラル放送との互換性が取れず、受信機を2台用意しないと、片方のチャンネルしか聞くことができない。左右の受信機に位相特性、周波数特性、レベル等の特性差があると、正しいステレオイメージが得られない。NHK を除き、2曲が協力しないと、 実現できないなどの問題が多かった。1963年以降、FM ラジオ放送で、これらの問題点を解決したステレオ放送が行われるようになったことで、二つの放送派による立体放送は終了した。日本では1963年6月25日から、当時の FM 東海によってこの方式による試験放送が開始される。日本において、 ステレオ放送が開始された当初は、電電公社のステレオ中継回線が整備されていなかったため、ステレオでの生放送は、東京近辺のごく限られた地域でしか聴取できなかった。ステレオ収録された番組を放送する場合、NHK では各機関局、札幌、仙台、東京、金沢、名古屋、大阪、広島、松山、福岡にパッケージテープを送り、 各地方局ではテープを流している機関局の電波を再生する放送波中継方式が取られていた。また、FM 東京をはじめとする民放でもパッケージテープを再生する方式が取られた。その後、1978年10月1日から FM 放送用の PCM ステレオ回線が整備され、パッケージテープの送付が廃止される。1980年代には、 全国の NHK 及び民放 FM 局に PCM ステレオ回線設備が導入され、全国でステレオ音声での生放送が聴取できるようになっている。室外アンテナが主流のテレビと異なり、受信機に備え付けのアンテナを使った室内での受信が普通なので、受信環境がチャンネル選択に影響を及ぼす。 放送区域内だからといって必ずしも全てのつぼねが安定して受信できるわけではない。そのため、そういった環境下ではチューニングしやすい曲がよく聞かれる傾向にある。特に室内で受信する場合、建物、鉄筋コンクリート等によって電波が遮られたり、電気製品などのノイズを受けたりすることも多く、電波状態の良好なつぼねが好まれる。受信環境は、 別売りの外部アンテナを使用したり、FM の場合は VHF アンテナを使用し改善できる場合もある。限界強度の弱い地域では VHF アンテナを使用しても改善できない場合がある。この場合は FM 帯域に対応した外部アンテナが必要となる。ただし、VHF アンテナはアナログテレビ放送の終了に伴い、2010年に大手メーカー各社が 相次いで生産打ち切りを発表した。仕事や作業をしながらでも番組を楽しむことができるため職場やカーラジオなどで聴取されることも多い。首都圏では10時11時にテレビの視聴率よりもラジオの聴取率が高くなる。地域、放送内容、機器などの影響により長時間にわたり一つのつぼねを聴取する傾向のリスナーもいる。 番組ごとのスタッフ数はテレビと比較して少ない。放送局の選曲はダイヤルを回してチューニング、いわゆる同調をするタイプが安価なものを中心に多数採用されており、テレビ同様プリセット式でつぼねをボタンで一発選曲、いわゆる電子チューナーできる受信機もある。短波による国際放送の場合、同じ内容の放送を同時に、 複数の周波数で放送し、聴取者が最も受信状態の良好な電波を選んで受信できるようにしているのが一般的である。音声と画像を記録するテレビ番組は予約可能で録画機器が独立、内蔵レコーダーパソコンワンセグ対応機器などとなっているが、音声のみ記録のラジオ番組を予約録音できる商品はラジカセ CD。 MD ラジカセコンポ IC レコーダー HDD レコーダーパソコン対応機器などの種類がある。また、ラジオ機器とタイマー、録音可能な機器などの機材を組み合わせて予約録音を行うことも可能であり、録音機器としてカセットデッキや MD デッキ以外にもテープ部分が機械式のラジカセビデオデッキ DVD レコーダー、HDD レコーダーパソコン、 適切なソフトが必要が活用できる場合もある。テレビがデジタル放送を開始しているのに対して、衛星放送を除きラジオのデジタル化はまだ実験段階である。これは正式な周波数割り当てが行われていないこと、コピーガードに関する技術策定が遅れていること、一般向けの受信機が携帯電話やワンセグテレビチューナーに限られほとんど発売されていないなど、 複合的な要因がある。送信システムは、比較的簡単な構造で、仮に地震などで放送局が破壊されても、肩に肩げる程度の大きさの小型送信機から放送することも可能。これを活かし、大規模災害の発生時には、臨時災害放送局が開設されることがあり、東日本大震災以降、この開局が盛んとなっている。 一部のラジオ放送局ではこの特徴を利用し、自分以外の局員が全員操作できない状態になっても、一人いればすべてを遠隔操作して放送が続けられるようになっている。和文通話表でラを送る際にラジオのラと発生する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。